勝ということで決まりました。おめでとうございます。Hello there! 始まりました、もちゃちゃんです。今回はですね、そうです、皆様お待ちかねですね、いよいよ、第1回英語講師オーディションの結果発表になります。いやー、ついに来ましたね、この時がですね。決勝の4人の動画はもう見ていただけましたでしょうか。審査員全員のですね、好評と、結果が届きました。審査員ですね、この超豪華な審査員たちですけども、この方々ですね、それぞれにコメントいただきましたので、見ていきたいと思います。でまずですね、安越先生ですね。安越先生の場合はもう、ね、自分の横にいましたので、見てるのを全部見ましたので、まあ緊張しましたね。で、初めてですね、すごく真剣というか、ものすごく真剣な顔をしている安越先生、初めて見ました。で、そのコメントとかも、熱い感じでしたね。なんか予備校講師の血が、それこう、ぐわーっていうのが出てくる安越先生を初めて見ましたけど、全体の好評としては、みんなまあほぼほぼ同じですね。面白かったって言ってましたから、で見ててためになるし、勉強になるし、面白かったですね。ただ、一人を選ぶとなると、まあ、一ノ瀬先生からということですね。でも、まあ、なんかもっと意外と、なんか全部英語で教えてるから、一ノ瀬先生みたいにですね、パッと来るかと思ったら、やっぱ全部英語でやっちゃうと、ちょっと、やっぱ上のレベルの人はいいけど、下のレベルの人はわかんなくなっちゃうから、うん、そこだけかなって言ってましたね。他の人は、うん、まあ、よくあるっていうのがまあって、やっぱ目新しさっていう点で、一ノ瀬先生のビデオが良かった。動画が良かったんじゃないかなっていうふうに言っていました。続いて西先生ですね、西教授先生にも見ていただきましたです、ね。すごい長文でくれたんですよ、すごく長く書いてくれて、西先生が選んだのはです、ね、林先生です。はい、西先生が林先生を選びましたですね。はい、井上先生と林先生でどう思う、どちらにするかっていう感じで、悩んだ感じですね。あの文面を見ると井上先生の方はまあ kind of のなんかこのもうちょっと進んだところをこう言えればよかったんじゃないかなって思いましたね。例えばなんかこう疑問文があったのに対して、疑問文に対して kind of まあまあねみたいなんですね、いう疑問文の返答の kind of みたいなのが、使えればもうちょっと面白かったかな。で、林先生はこのリズミカルにこの矢印部分の説明を進めていければ、生徒がこう、ね、入っていく感じになったんじゃないかなというふうに、言っていましたね。はい。3人目に行きたいと思いますね。3人目は、成川先生ですね。成川先生の、ですね、成川先生もすぐにですね、もうメールくれましたから、決勝のビデオ出て、ね、すぐに行ったので、で、成川先生が選んだのは、井上先生ですね。はい。まさかのここで3人が分かれるというですね、ものになったんですけど、その、やっぱ実力とか見た目もすごい、やっぱりすごいなというコースですね、のがあって、その2人でどちらにするかっていう感じになったんですね。でそこでまあライブ授業のパフォーマンスをした場合に、まあ、100人とかこういたりしてね、その時にまあどちらが入るかなっていうのを考えたですね、比べたそうです。であとはそうですね、得意な生徒を教える苦手な生徒、まあ先ほどの安越先生もそうでしたね、その視線を考えた時にうんね、悩むって言ってたんですけど、そこを入れた時にまあ苦手な生徒も教えるっていう、方が難しいので、その苦手な生徒たちを教えるっていう点で、まあ、井上先生の方の授業ですねの方が優れているのではというです、ね、そういう観点で、あとはそう生徒ですね、予備校講師目線だけじゃなくて生徒から、どういった感じで人気が出るかっていうのも基準にしたそうです、そしてあとは大学入試ですね、とのつながりっていうのも、ね、見られるかどうかっていうのも意識したそうです。さらにはまあ見た目や雰囲気っていうところも、この採点基準として、そこで比べて、つまりまあ描いてくれたわけですね。その予備校講師が登壇してて、
その教えてるっていう場面も想像してくれましたし、さらには自分が習ってる側であるっていうのも、想像して、採点してくれました。はい、続いて関先生の、好評をお伝えしたいと思いますね。応募してくれた人たちにですね、もうメッセージをくれましたので、この、応募者全員が素晴らしいのはやはり行動したことですというふうにですね、メッセージをくれました。講師たちもですね、表に出るのをビビってしまってですね、それができないっていう中で、それ出そうと思ってくれたんですね。そこの出そうと思ったんじゃなくて、実際に行動したっていうことが、素晴らしいって言ってますね。だからいろいろな人がですね、もういろいろ言ってるけれども、そんな人たちよりも実際に行動したっていうところがすごいんだ。っていう風に、言っていました。なのでですね、応募してくれた皆さんですね、本当にありがとうございます。決勝4人に対してですね、すごく良かったとかですね、この1本目と変えてきたところとか、変化が良かった。で、ただですね、関先生はですね、パト先生が見たかったというですね、そう、パト先生のファン。ファンなのかわかんないですけど、ね、パト先生、ぜひ第2回ですね、参加してください。結果ですね、関先生が投票したのは一ノ瀬先生ですね。ということで一ノ瀬先生が2票ということになりました。一ノ瀬先生に対しては、半年前から知ってたと。実は半年前ぐらいから知っていたけれども、まあここまでの逸材とは思わなかったとですね。非常に、高く評価しておりますので、ですね、関先生の会社に欲しいぐらい、すごい逸材だということですので、もうラブコールがいきなり届いておりますね。あとは、井上先生もですね、かなり良かったという。僕に対してもメッセージくれましたね。お疲れ様です。面白かったですというメッセージをくられました。非常に、良かった。この英語業界をですね、少しでも良くしていきましょうっていうメッセージをいただきましたですね。この時にライバル、時に同志としてっていうですね、メッセージが非常にありがたくですね、非常に嬉しかったですね。さあ、残るは福崎先生ですね。福崎先生が、もし井上先生、か林先生を選んだ場合は同点になりますので、僕が選びます。そして福崎先生が一ノ瀬先生を選んだ時点で、一ノ瀬先生の優勝が決まります。では、福崎先生の、選んだ人を発表します。福崎先生が選んだのは、一ノ瀬先生ですね。ということで、一ノ瀬先生が優勝ということで決まりました。おめでとうございます。決まったんですね。連絡しますので、今からかけます。一ノ瀬先生ですね。ただその前にですね、好評をちょっと福崎先生もう、非常にたくさん書いてくれました。一人一人に対してものすごい長文でですね、送ってくれましたので、ありがたいですね。はい、その扱っているトピック自体は初歩的だけれどもですね、手話の大切さっていうのをですね、やっぱり120秒から120回っていうエビデンスをですね、こう使って、オチを持ってきたっていうのはもうですね、もう脱帽であると言っていましたね。はい、カインドオブのですね、井上先生ですね、は小ネタで勝負したんだけれども、センター試験というのを、出して使え、ね、これ重要なんだよっていうのを示したところがすごく良かったって言ってますね。最後にね、何かジョーク、ギャグで締めればもっと面白かったんじゃないかなと、言ってましたね。で、林先生ですね、この矢印でつなぐやり方っていうですね、こうなかなか関連付けができないなとかっていう時に、どうやってやるかっていうのを実践的なアドバイスができればもっと良かったんじゃないかなですね。で、このやり方自体は、福崎先生もよく使うと言ってました。この矢印を使って滝をですね、つなげるっていうのはやるって言ってました。続いて大口先生ですね、前置の方ですね、自分自身もよくこういう感じで、教えていたですね、コアから派生的みたいなですね感じの、やつですね、向き方向交換っていうのはですね、やるのはよくやっていましたって言ってます。まあいろんな多分参考書とかを読んで、やれば、もっと発展的にいろいろとできるんじゃないかなですね、調べたりなんだりしてからやると、もっといい授業になるのではないかと言っていました。なんと、そして福崎先生はですね、もう会えないかとですね、一ノ瀬先生に会いたいとですね、すぐにラブコールを送ってくれました。安子先生も、じゃあもう今度呼びなよって言ってたので、で武藤先生、予選終わった時点でもうすごいってなって、実際読んで、一ノ瀬先生と武藤先生会いましたからね。で、安子先生からもラブコールがあり、そして関先生からもラブコールがあり、そして福崎先生からもラブコールがあり、ということで、
これが講師オーディションですね。一気にですね、ラブコールがやってくるっていうことなんですよ。そう、これが僕の望んでいた講師オーディションなんです。実際にそうなってくれて本当に嬉しいですね。いや、非常に良かったです。これでも第2回やる価値があります。では、早速ですね、一ノ瀬先生に連絡してみたいと思います。優勝した一ノ瀬先生にですね、連絡を取ってみたいと思います。一体どんな反応をするのか。で、7月にですね、トイックの、反省会の生配信やるんですけども、そこで、一ノ瀬先生出てくれることになってるんで、その打ち合わせと、だけは言ってあるんですけど、そこでいきなり発表されるわけですね、結果を。さて、ではかけたいと思います。出るかな。はい、もしもし。あ、もしもし。あ、一ノ瀬先生、大丈夫ですか、今、時間。あ、大丈夫です。はい。あ、よかったです。あ、外ですか、普通に家ですか。はい、今家です。あ、よかったです。じゃあ、はい、あれですね、あの7月のトイックよろしくお願いいたします。はい、じゃあお願いします。あとはあれですね、講師オーディションの優勝のお知らせでございます。あ、本当ですか。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。大丈夫ですか、リアクション。今もう撮ってますけど。え、本当ですか。はい、今ので OK ですか。嬉しいです。はい、いや、結果失礼なんだろうってずっとドキドキしてます。それでですね、はい、一ノ瀬先生に投票した方が3名いらっしゃいましてですね、はい、3名とも一ノ瀬先生のラブコールが来ましたので。ああ、そうですか。嬉しいです、本当に。はい、そうです。まあ、だから、安子先生も会いたいって言ってますし、はい、関先生もですね、はい、もう、わー、すごいって言ってますし。本当ですか。はい。で、あとは、福崎先生に至ってはですね、もう、すぐに予定を組んでくるということで。本当ですか。うわー、もう、嬉しいです。ありがとうございます。そのスケジュールをですね、合わせることになると思いますので、はい、あ、はい、という感じでお知らせでございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまたその後日、そうですね、そのトロフィーも撮影しますので。ああ、はい。またコラボしていただければと思いますので。はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、という形でですね、一ノ瀬先生にもですね、お知らせしました。ですね、はい、見事におめでとうございます。ということで、わかりましたね。こういう感じなんですよ。勝てば、こういう風になるわけです。もういきなりですね、この審査員だった3人からいきなりお声がかかるというですね、もう仕事のですね、話が始まると思うんですよ。っていうことができるわけですね。そうなると思って僕はこのオーディションを開催してますので、すごい原石の人が来てくれれば必ず、この審査員たちの目に留まると思っていたので、やっぱり需要はあるので、私もその能力の高い人たちを探してますから、こういった形で目に留まるってことが動画を出すだけで可能になるんですね。夢のある機会だと思いますので、でまあ、これで一ノ瀬アンというスーパースターが生まれると思えばですね、非常に良かったなと思いますね。その時にですね、こう、きっかけになったものとしてですね、ずっと残ってくれれば嬉しいなと思っております。はい。で、なんで第2回ですね、ありましたら、そうです。このですね、チャンスをつかむのは皆様でございますので、次はですね、ぜひぜひ、戦いに臨んでもらえればなと思います。で、まあ、来年は、ね、なるべく早い時期にもうやってしまいたいかなと思っておりますので、ですね、ぜひ準備、年末ぐらいからですね、準備してもらえればですね、来年のもう、1月早々ぐらいにはちょっと応募したいかなというふうに一応は思っておりますので、ぜひぜひですね、準備してですね、レベル皆さん、あとはもう、どんどん誘ってください。いろんな人をですね、誘って、こう、出なよ出なよって言ってくれればもっと盛り上がるんじゃないかなと思います。その時までには自分自身もですね、もっともっと上に上がっている予定です。その頃には、
たくさんですねメディア進出もしている予定になっております。あくまで予定ですけど、そういう風になってますので、ぜひぜひご期待ください。ということで Thank you for watching、 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.